仙武院は、宮城県仙台市青葉区東照宮にある、仙台藩、第二代藩主、伊達忠宗が回帰した、天台宗、広国寺の達中寺院。仙台東照宮を呼び、平泉、中村寺の別当寺。創建経緯から正式名称は、長宮山広国寺仙武院と考えられるが、江戸時代から広国寺を仙武院と呼んでいた。本尊は、釈迦如来。 脇寺は、文珠菩薩と、普賢菩薩。仙台三十三観音十一番札書。仙台藩、第二代藩主、伊達忠宗の夫人は、徳川秀忠の幼女の振り姫である。忠宗は、家康を祭人とする、東照宮の勘定の許可を、江戸幕府第三代将軍、徳川家光から得て、1654年に、玉田先に、仙台東照宮を造営した。 この時、仙台島省愚の拝殿から南に、東六番町及び清水工事へと直線的に接続する約十町の山道も建設されたが、梅田川に架けられた橋の南詰めに下馬が設置され、下馬より南側が門前町として五九町と名付けられた。下馬は、梅田川より北側が結界であることを示し、仙台島省愚の鳥居と梅田川との間の、 三道両脇には寺院が配置された。これら寺院の一つが当院であり、仙台東正宮の別当寺として、江戸の不動院十字である明海が広告寺を解散し、その他中寺院となった。解散以来、平泉、中村寺の別当を兼ね、仙台藩領内の寺院では筆頭の格式であった。また、江戸、寛永寺の末寺ともなった。寺院として、円住院、 宝蔵院、上住院、吉祥院があった。また、新清殿には2代、徳川秀忠から14代、徳川家定までの歴代江戸幕府将軍の13期の遺牌を安置した。明治維新期、神仏分離により、仙台東将宮と分離し、寺六廃止により多くの死因が廃止となった。また、新清殿に安置されていた歴代江戸幕府将軍の遺牌も失われ、 新清殿は、センタケイン本堂脇の境内に移築されて、守り本尊と歴代住職の遺廃を安置するようになった。昭和期に、万日堂が清上皇院万日堂として当院から独立した。東照宮本事物である、薬師如来のほか、日光菩薩、月光菩薩、薬師十二神章が安置されている。小萩観音については、以下三章。 十一面観論で、仙台三十三観論第十一番札所本尊となっている。平安時代末期から鎌倉時代に生きた石塚民部、森時の妻、小萩の年次仏とされるためこの名があり、行記の作と伝承されている。森時は、欧州藤原氏一族の藤原忠平の家来で、1189年の欧州合戦の際に忠平の女児を、 源の頼朝軍からかくまって、夫婦とも道の国,国上軍清水村の清水寺にいる弟の関縁のもとに移り出家した。1205年、森時の故郷である道の国宮城軍小田原村福沢に移り、福沢明神に観音像を収めた。女児及び森時が死んだ後、小萩は福沢明神の宮りをしながら観音堂を建て、二人の冥福を祈った。 1264年に天神社が創建されると、いつの時期かに小萩観音が天神社へと移された。天神社は1611年に玉田先へ遷宮し、1649年に仙台島将宮の不審に伴ってやや東に移動させられ、1667年にはさらに筒子が丘に移されて天満天神宮となったが、これに合わせて小萩観音も移転し、 天満宮の別当寺、萩徳山仏星寺となった。明治新期に仏星寺は廃寺となり、小萩観音は一時、商家の所有となっていたが当院が譲り受けた。近年、ログハウスの観音堂が新築された。現住所は、宮城県仙台市青葉区東照宮一丁目1の16。1972年の住居表示実施前は、仙台市北六番町。 ありがとうございます。